こんにちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今回はですね、新しい眼鏡の展示会、サイトについて、ちょっと ご説明したいと思います。今日ですね、ちょっと案内状来たもんですからね、これもまた IOFT と全く同じ日程で行われるんで、もしね、行けたら両方見たいなと思ってますんで、まずご説明申し上げます。全く同じ日にあるんですよね、これね。サイトは渋谷ですね。初めてですね、これね、渋谷光ホールっていうところでやるんですけど、まあ、いつでも取引してる、マルマオプティカルも毎回ここで出展してるんですけどね、もう非常に見やすい展示会なんですよね、実は。まあ、ちょっとまあ、こう言ったら怒られるかもしれないけど、IOFT よりやっぱり見やすいですね。IOFT も数多すぎてね、もう逆に、こう、一日で見切れないというのがあるんで、逆にサイトの方が私は、まあ、行きたいなという、正直、そういうありますね。いろんな、こう、個性的な、こういういろんなフレームね、結構出るんですよ、実は。で、まあ、今年のどういうフレームが、こう、まあ、主流っていうかね、こう、なんていうかな、この、流行り、今年の流行りっていうんですかね、そういうのも、この色合いとか、そういうのもまた非常に行けばですね、勉強になりますんで、ぜひまあ、両方行ければいいんですけど、ちょっと日程的にね、うまくいけば何とか行きたいなと、そういうふうに思っておりますので、まあ、愛用しても全く同じ日なんですよね。10月8日から10日、全く同じ。まあ、時間帯はちょっと若干違いますけどね。そういう面ではちょっとまあ、どういう趣旨でやってるのかちょっと分かりませんけど、ぜひ両方行けたら行きたいなと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。